東京本社。小番町グランドビル内公文の教室で勉強する児童たち株式会社日本公文教育研究会は大阪府大阪市北区に本部を置く学習塾をフランチャイズ展開している株式会社。1962年に大阪数学研究会として設立した。2000年に持ち株会社化している。個々の人間に与えられている。 可能性を発見しその能力を最大限に伸ばすことにより健全にして有能な人材の育成を図り地球社会に貢献する。すなわち、個々の生徒の能力と可能性を見極め、能力の発達段階に最も適した教育を行う。また一人一人の能力差の実態を知ることの大切さと、どの子供もにもそれぞれ伸ばし得る教育の方法があることを確信し、 実行することで、次の時代が要求し人類の進化の歴史を委ねるに、たる創造性豊かな人材を育成する。クモンロゴの王の部分が愛称シンキングフェイス。この顔は子供や保護者、クモンの先生やスタッフ、社員等、関係者全員の顔であり、考え続け成長するということを表現している。また背景の空色は知性や 誠実さを意味するとともに、空の下世界は一つ、といった気持ちをメッセージしている。2001年のプロブレムの米村博史によりデザインされた。なお、ロゴは世界共通であるが、海外の一部エリアフランチャイズ企業では独自のロゴを用いている場合がある。高校の数学教師であった公文校が始めた学習指導法を公文式という。 この公文式学習法をフランチャイズ展開しているのが公文教育研究会である。この方式が小学生を中心に広く受け入れられ、現在は日本だけでなく南北アメリカ大陸、ヨーロッパ、東南アジア、韓国、台湾、香港、中国大陸、アフリカ、オーストラリアなど48カ国、地域に教室を展開している。教室数は 日本国内に約1万6800教室。日本国外に約8100教室。生徒数は日本国内148万人。日本国外293万人。また、日本国内主導者数は1万4600人。フランチャイズ方式を展開して以来急激に教室数を伸ばし、日本では全国の人口密集地の筒浦浦に教室が開かれている。 主に自治会室やフランチャイズオーナーの自宅、貸し教室、空き部屋などで開かれており、人口密集地では一つの小学校区に数教室あるところが多い。地方の教室が開かれていない地域の生徒向けには、教材を郵送する通信教育システムがある。教科は、算数、数学、国語、英語を教える教室が多いが、中にはフランス語、ドイツ語、日本語、 英語速読、著者を教える教室も稀にある。2004年より新たに学習療法とノーウェルネス学習の展開も始められた。日本国外の教室では各国語化された算数、数学教材と母国語教材を使った指導が行われている。週2回程度の通軸、個人別の自学自習プリントを配布し、 学年に関わらずその生徒のその時の実力に応じた学習をする無学年式学習を特徴とする。そのため伸びる生徒はどんどん先の学習に進め、逆に伸びにくい生徒は学年を下げた内容を繰り返し練習することができる。教材は、くも校前会長が自分の子供のために作り始めた計算プリントが元になっていて本人の実力に合わせて、 どこからでも始められる算数教材は特に学校の授業についていけなくなっている子供にとって大きな救いとなり得た。学力をチェックしてどこでつまずいているか割り出し、その少し前の楽にできる箇所から再学習が可能となっている。算数、数学は文章題はほとんどと言っていいほどなく、計算が主体である。その後、 読解力と読書力要請を主眼とする国語や英語の教材も開発されている。特に英語に関しては、プリント学習のみではどうしてもカバーできない分野が出てきてしまうので、それに対応するためにかつては音声カードや CD を使用していたが、現在は英語専用タッチペンを使用して、対応のワークブックやプリントに印刷している音声マークを触ることができる。 プリント1枚ごとに採点され、全部できたら100点。このシステムにより、次も100点取れるように頑張ろうと生徒のやる気をアップ、させているという。各生徒の学力に応じたプリントの配布解説を、見ながら各自問題を解く採点者のところへ持っていき、採点してもらうやり直しをして、すべて正解できたら次の段階のプリントをもらう。解説を見ながら各自問題を解く宿題プリントを、 もらう自宅で問題を解く。次の回に、教室で問題を採点してもらうこのことから、宿題をこなす。宿題をこなすためには、家庭の協力が不可欠となり、そのことが負担になるか否かが、公文式学習の成否を分ける。教室によっては、未就園児も受け入れている。公文式では一時期、幼児方程式と称して、算数学習が進めば幼児が、 方程式まで解けるようになると宣伝し、公文会長の著書、新、公文式算数の秘密などでも、その有効性を主張していたが、現在ではこの言葉を宣伝に使うことはなくなっている。現在は、教材の震度を基準としたランキングを作成して、震度上位者を表彰している。プリントは、スモールステップで進み、繰り返しも容易なので、障害児の教育にも有効だと公式サイトでは、 説明されている。理論的根拠は、川島竜太の学習療法で、学習療法は、東北大学、川島竜太教授と、公文教育研究会の登録商標であると、学習療法研究会公式サイトには、表明されている。公文式のプリント学習を認知症予防のために、行う、公文式の学習方法。公文式は、 子供だけというイメージがあるが、生涯にわたって学びができるようになっている。読書力をすべての学習の基礎と位置づけ、入幼児、中学生以上を対象とする650冊の有料図書リストを毎年改訂している。有料冊子、区門の読書ガイドで全650冊を紹介するほか、一覧表 PDF はウェブサイトより無料でダウンロード可能となっている。 リストは、大まかな対象年齢によってご AI の13段階に区切られ、各年齢の子供に人気が高い図書50冊ずつが選定されている。例債向けの字のない絵本から古典的児童文学まで幅広い。他ハット ABCDE 株式会社公文教育研究会第58期決算広告公文の理念公文公式サイトロゴに込めた重い公文。 公式サイトハットノープロブレムワークス、韓国企業案クモンに学び方、4つの仕組みがクモンです日本公文、教育研究開催と、ありがとうございます。